ヴィッセル神戸と最下位横浜 FC の一戦は、神戸が順位通りの力を見せる戦いで勝利した。5バックで守る横浜 FC の攻略に時間を要した神戸だが、前半ロスタイムに先制する。左サイドを攻め上がった DF 初瀬良25の鋭いクロスを GK が弾き、これに素早く反応した FW 大迫勇也32が GK に倒されて PK を獲得。自らゴール左下に決めて、2試合連続となる今季自身8点目とした。後半は神戸の勢いが止まらなかった。後半7分に GK が弾いたボールを大迫が胸トラップからゴール左に決めて追加点。同9分には相手のミスを拾った MF ゆるきこうや27のラストパスを MF 佐々木大輝23が合わせて3点目を決めた。同19分には MF アンドレスイニエスタ38を投入。今季リーグ3度目となるピッチに立ち、トップ下に入ったイニエスタは積極的に絡んでリズムを作った。同35分にはゴール前中央左でボールを持つと自ら突破してシュートを放つ。同37分には右サイドから細かいタッチで侵入し、スタンドを沸かせた。最後まで見せ場を作った神戸は、守備も崩れることなく完封勝利。勝ち点を26に伸ばし、単独首位を守った。